側面に板を張り、スタイルフォームで大まかな形を作り、石膏シートで覆いました。その上から茶色のスプレーでベースを作り、黄土色の粉1色と緑色の粉を2色使い、よりリアルに仕上げました。山の側面の部分はベージュ色でベースを作り、パンパステルで色をつけました。その後、ツタをつけて周りを緑のパンパステルでぼかしました。実家を置くために一部切り取りました。実家はキットを買って作りました。細かいことや本物に近づけるのが大変でした。ですが、やっているうちに楽しくなりました。家の周りはお花がたくさんあったため、緑のスポンジで草をイメージし、カラフルなスポンジでお花を再現しました。一畳の板を切り、底をつけます。その後に石膏を引き、青や水色のパンパステルでグラデーションになるように色をつけます。海の色はレジンを何回かに分けて少しずつ着色を薄くし、海の深さを再現しました。魚は粘土で作って群れになるようにしました。一匹黒色の魚を入れたのもポイントです。また、海の周りには木やカモメを飛ばして松の宅急便の世界観をより再現しました。スタイルフォームで土台を作った後、厚紙で展開図を作り覆いました。厚紙にはレンガの模様をカッターでつけて、その上からパンパステルで色をつけました。スケールを合わせるのが難しくて何度も作り直しました。時計を実際の腕時計を分解して埋め込んだのがポイントです。上の部分は粘土で作り、パンパステルで色をつけました。マンションと家です。いろんな形の型を一から作り、厚紙で切ります。その後、窓を切って裏からプラ板を貼り、窓を再現します。魔女の宅急便の家の可愛らしさを再現するため、茶色の厚紙で色を加えたり、カラフルなスポンジでお花を再現しました。マンションはパンパステルで色をつけた後、同じように装飾しました。キットを買って作りました。慣れるまでなかなかスムーズに進みませんでしたが、慣れていくうちにスムーズに進み楽しかったです。崖の上にあるため、スタイルフォームで土台を作り、石膏シートで覆い、塗料で色をつけました。緑のスポンジで緑を付け足しました。崖や建物は単色だけでは再現できなかったので、色を作り出すのが大変でした。この魚の群れは、大きさや形だけでなく、向く方向や魚の数、そして並べ方にもこだわりました。魔女の宅急便ではこのようにカモメとキキが一緒に飛ぶシーンがあります。私たちはもともと白鳥だったこの鳥を色を塗るなどカモメに見えるように工夫しました。作業をしていて完成が近づくにつれて街の雰囲気など魔女の宅急便っぽさが出てきて嬉しかったです。街中にたくさん人を置き、賑やかな街を再現してみたので、そこも注目してみてください。慣れるまでは作業が大変でしたが、慣れてくると楽しいと思うことが多くなりました。コロナ禍の中、制限がたくさんありましたが、素敵な街ができました。キキも感動してることでしょう。ほら、